失礼します。おい遅い。はい。俺がなんで職員室呼び出したか分かってんのかお前。はい。なんや。僕がだらしないから。そうや、遅刻繰り返してるからやろお前。はい。お前高三入学なってからお前何回遅刻してんねん。すいません。現に俺は3時に来い言うたぞお前。はい。もう30分経ってるんけよ、まだ遅刻してるんけ。すいませんでした。お前な。はい。意識を変えんとどうにもならんぞ。はい。これお前ために言うてんねんからな。わかりました。本当にありがとうございます。もう遅刻せんように。すいませんでした。気ぃつけろ。はい。お前な、自分がな大人になった時のこと考えろ。はい。自分がもし大人になった時、お前社会人になって遅刻繰り返すんか。いや、それはダメなことです。嘘やろ、はい、それ分かってるやったら学生の時もそれ意識せえ。わかりました。その一つの意識改革。はい。うん、それだけ。すいませんでした。うん。例えばな、お前がアリやとする。それか、お前がライオンやとする。ちま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 進むんか、ガオーとでっかく進むんか、お前は自分どっちやもん。アリのようにコツコツ進む。ライオンや。お前はライオン。お前自分のことも分かってない。それを考えろ。お前をでっかい一歩を踏み出すのよ、はい、そのためには意識を丸ごと変える、はい、ライオンです。ありがとうございます。もうそれだけのことや先生、うん、ほんまにありがとうございました。こちらこそ、お前と出会えてよかったよ。まあ大げさかもしれんけどな。まあとりあえず意識変えろ。はいはい、こっから頑張れ。お前さ、どんな時にさ、なんか高校楽しいなと思ったりすんの？まあそうですね、うん、友人とこう遊んだりとか。あ、なんか、はい、それやったらな、例えば部活でなおさら遅刻したらあかんわ。汗を流したり。遅刻するってのはどういうことか分かってるのか。お前がな、遅刻繰り返してんのは結局自分に甘いからや。はい先生、ここまで言っていただくの先生だけです。ほんまにありがとうございました。どこで感じんの、そういうありがとうございました。今言っていただいてこの現状で感じます。そうか、はい。まあじゃあ頑張れよ。はい、ありがとうございました。お前例えばな、桜の木がな、あ、そう満開になったとするやろ。その桜の木が満開になった時、お前その桜の木切れる？切られへんやろ。それと一緒。まあその意識改革よ。まあ頑張れよ。ジャルジャルタワー。